質屋なんだから、はい、まあ、心眼と査定っていう領域とか、その商品に立って、まあ一応知っとうことに関して、まあこう説明をしたりとかなんかしようっていうのは、ちょっと一応、プロやけんさ、はい、ね、ここが一応こう、なおざりではあってはいけないので、そこはちょっとこう、アマチュアじゃないというつもりでこう一生懸命、まあやりよっちゃうけど、はい、カメラ、写真撮ることに関しては、ほら別にそのプロじゃないじゃない。うんやろ？それで、でもだんだんここをずっとしよううちに少しは上手くなったかなというか、まあ少しはあれかなでも、ね、でもね、時計の接写ってちょっと一番難しくって。あ、うん、これは逆に言えばずっとカメラをやっぱやってきたことが学生でずっとからやりよったこととかの方が、まあでも拙者と風景と違うっちゃ あのね角のがカメラ屋さんちゃうんで昔それでそういう風なほらうちって拙者物が多いと思う小物がそうですね、うん、それで撮ってもらったら上手じゃなかったと結局はもうこんな言い方したら悪いけど拙者がですね、そうそれで例えばさ、そこにほら、ブランドオフとかなんとかってこう、あるやんない商品が。ただね、ものすごくうまいわけよ。だから、この人たちはこの人たちでもう、プロ中のプロっていうか、その専門の人たちだよね。うん、で、これが写真撮り用したところがずっとこうして見よったら、あ、なるほど、あんな撮り方しよったねって、一生懸命盗もうとするっちゃけど、はい、なかなかうまくいかんって、はい。うん。で、まあ、ずっとやりよったら、その、質屋さんの結局、そので、スタッフの方やけど、ずっと使用したうちにうまい人おるっちゃう。うん。あの、ちょっとね、あの、七ショップ森山さん。森山さんでちょっと検索してくれる。あの、見せる写真を撮りちゃうとよ。本当に。ツヤのある。あの、時計の色気まで出してしまうっちゃ、すごいよ。うん。で、それで、そういうレベルを知っと思いやけん、私の昨日の写真って、まあ、ほら、集合写真としては、まあ、悪くはないけど、ね。森山さん。うん、森山。彼らたちのレベルを知っとうけん、私はカメラ女子という言葉を使ったんだ。カメラ女子と作品とか言って。女子って、って感じだから、同業者だからさ、どうして女子なみたいな。だけど、未熟という意味で、あ、それオークションがいいよ。なんかどうかないよ。それはホームページだけど。なんかオークションないかな。こんにちは。はい。あ、それあのお名前聞いて前の通りいいよ。はい。お客様これ前にお取り扱いありますあのありますね。はい。はい。いいよ年内はもう前の通りでいいですよ。はい。であの私がですねあんまり自分が撮るの上手じゃないっていう意識があるもんですからその未熟という意味であの女子という言葉を使ってましたらカメラ女子という言葉を使ってましたら清が女子男か女なのかという疑念もあるとかっていうかな、ね、立ってもあんまり写真は上手にならないですねあの性格が出ますねあの、きめ細かなあの写真、あのカメラに収めれる人すごいなと思って見てます。あの、森山さんのところの、 あの写真担当の方は素晴らしいテクニックだなと思ってます。どんな風に撮るようやね、すごいなと思って。なかなか真似できずにいますけど。でも、昨日撮った、あの、ルイ・ヴィトンの、グラフィティのコインケースは、あの久しぶりに気合い入れて、色を忠実に出したつもりです。で、カメラ女子っていう表現であの逃げてました。清から、女子って。日本には表現の自由があるから、許します。悪かったね。このカメラ男子って書いてたらおかしいやろ。